このチャンネルはな、DJ レールのマスクマン、パーロンが独自のプロレス感を語るものなんだよ。動画内では選手の継承をな、省略させてもらうこともあるからな。YouTube 活動の励みになるから、チャンネル登録、高評価をしておけよ。いいか、クソ野郎ども、この名の王についてこい。ブナスタルです、アミーゴース。どうも、PJLL のパハロンです。はい、ということでね、今日もね、動画の方やっていきたいと思いますが、本日は1月28日収録日ということで、やっていきたいと思います。はい、本日もノアの話でございますが、先日ですね、ハイアグラウンド2021ということで、はい、大阪の方でね、大会が行われまして、そちらの方がレスリーリマースの方にも反映されてきましたので、まあ、早速見てですね、まあ、その辺の話というか、まあ、GHC ナショナルについてね、語っていければなというところではございます。はい、まあ、大阪の方ではまず GHC ナショナルということでですね、剣王対村上和成選手の試合が行われました。はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、唐突感みたいなものはね、若干残しつつというところではありますが、まあ、そのコロナの問題でね、大会数が減少していく中で、なかなか前哨戦きっちり作っていけないみたいなところもあるとは思うのでね、まあ、各団体といいますか、まあ、あの他のところほとんど見てないですけど、今はね、まあ、なかなか苦しい状況があるんじゃないかなという中で、まあ、新しいね、顔合わせというなことではですね、結構ノアはチャレンジングなことをどんどんやっているのではないかなというふうに、まあ、思いながらね、こう見ているところではございますが、はい、まあ、村上選手がね、鈴木浦軍ですねに加入し、まあ、こちら剣王さんとね、ナショナル王座をやることになりましたと。で、まあ、前哨戦も 1,2 回ぐらいですか、1回かなあって、まあ、あのね、ストレートドーンつドーンっつってね、殴り合ってるようなね、ところで、うわーって暴れてるような姿もね、見たりも、してたんですけれども、まあ、村上選手がね、どんな姿で現れるのかなと思ったんですけど、まあ、相変わらずのスーツスタイルといいますかね、まあ、あれが一応コスチュームということみたいなので、まあ、あの感じでこう出てくるというところでございました。はい。そして、まあ、剣王選手も、いつもながらに登場してくるというようなね、流れでござったわけでございますが、はい。まあ、試合はですね、どっちかというと、やっぱりその、プロレス、こう、組んで、なんか、じっくりこう、組んで、やり取りをして、みたいな、で、スープレックスがあって、というよりも、まあ、どっちかというと、なんていうんですかね、格闘技っぽい感じ、でも、まあ、村上選手の性質上が、なんか見た目はやっぱ喧嘩っぽく見えるっていうのがね、なんかこう、ワクワク感じゃないですけど、新鮮味っていうかね、なんか今までにはなかった。おそらくノアの中にはなかなか今まであったのかどうかはわからないですけど、この、ね、こう、村上選手という得意なキャラクターをですね、引っ張り出してきたっていうところでは、非常に面白いチャレンジングな試みだったんじゃないかなという感じはしていますね。はい。なので、まあ、格闘技というよりも、どっちかというとなんか喧嘩マッチみたいなね、感じが、どうしてもね、非常にしてますね。でも、村上選手の、なんていうんですか、凄み？やっぱりなんか、いろんなとこくぐってきた人のなんか持ち得る凄みみたいなのは非常にこう出てたっていうところがあって、で、まあ、オープンフィンガーグローブですよね、をつけてバッていく一発でどうなるんだろうみたいな、ところもありっていう展開だったと思うんですよ。で、試合中も実際こうね、一発ドーンっていいのが入ったりとかしてた時に、剣王選手とかクラ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 ってこうなってたりとかねしてて、おっとこの後どうなるんだっていうような展開だったかなというところでは
あったんですよね。でもまあその喧嘩マッチとは言いつつも、まあ、実際はこうね、相手をというか村上選手はこう拳王選手をこう自ら引きずり込んで、こうグラウンドの攻防に自ら引きずり込んでいって三角締めですよね。こう足で三角締めねを狙い、下からの三角締めを狙い、そこからの腕ひしぎ逆十字固めですね。まあそっちを狙っていくみたいな流れもあったりとかして、まあそこはやっぱ総合格闘技っぽい流れが垣間見えた部分っていうのはやっぱりあったんじゃないかなというふうにね思いながらまあ見てたというところではあったんですよ。うん、で最終的にはこう拳王選手が後ろからガッて後ろから乗っかってスリーパーですよね。スリーパーを決めて最後落として勝つという流れだったんですけど、まあこれはね致し方ないかなというところではあるんですが、カメラの部分ですよね。カメラの部分が1点の固定カメラだったので、まあリング正面からの1点の固定カメラだったので、まあこの正面に対して拳王選手と村上選手はこういう状態でこっちにこうね横にスライドしていくっていうような流れのフィニッシュだったので、ちょっとね表情とかがね見えなかったんですよ。なのでまあそこがもったいなかったかなっていう感じがちょっとしてます。だからあれを真正面にもし捉えられてたら、やっぱりこう村上選手ってこう表情でいろんなものをこう醸し出す部分があるわけじゃないですか。なのでそこで何かしらね、また僕らが感じるものっていうのはそこが変わってきたかもしれないというところを考えると、その正面にねカメラがなかったことがやっぱりちょっと悔やまれるのかなという感じはします。でなので、まあ、逆にその現地組はどうだったのかなっていうのもあって、反対側から特に見ちゃった人たちとかは、まあ、逆にこう何やってんだろうみたいな、何やってるかわからないけど、まあ、なんかスリーパーをやってこう 村上選手がこうぐーっと這いずっていってる感じだけは受け取っていたのではないかなというふうには思うんですけど、それ以外は何やってんやろなみたいな、で気づいたら終わってたみたいなことにも、まあ、なりかねないっていう部分でね、結構立ち位置というかポジション、見るポジションによってね結構感想が変わる試合だったのかもしれないなというふうにね思いながら見ておりました。はい。そしてまあその試合が終わった後ですね、はい、船木選手が、はい、挑戦表明にやってくると。で、挑戦受けてくださいというね、すごくシンプル。すごくシンプルで、まあ、わかりやすいんですけど、なんていうか、もったいないな、みたいな。船木選手もなんかもうちょっと、アピールとか、ね、マイクでアピールとかして、こうやっていくと、こう、わーって感覚のものが、なんか会場からも湧き上がったりするのかなとかって思いながらこう見てたんですけど、まあ、非常にあっさりしてるので、まあ、それが船木選手らしさなのかもしれないんですけど非常にあっさり、まあ、しててっていう感じですね。でプロレスラーイコール最強っていうね、まあ、逆にその拳王選手の話口調が独特なので余計にこうあっさり見えちゃったのかもしれないですけど、まあ、その船木正勝よろしくお願いしますっていうね、敬語で言うっていう、拳王選手がね敬語を使うっていうですねなかなか面白いパターンになってたかなというふうには思いますが、はい、これで武道館ね GHC ナショナル戦は拳王 VS 船木正勝というねところになってきました。でこうまあこれでやはりそのこの今 GHC ナショナルのまあ、チャンピオンが拳王選手っていう間はこの総合格闘技路線といいますか、まあキックボクシングといいますか格闘技路線ですよね。まあその辺で GHC ナショナルは回していく感じなのかなというところもありますし、こう例えば桜庭和さんともやり、選手ともやり、村上選手ともやり、で今度船木選手ともやり、で船木選手にもしね拳王選手が勝ちますっていうことになった場合は、これはやっぱりね、ロードトゥー赤いパンツの頑固者がね、発動してるかもしれませんね。裏ストーリーとして。はい。だから、いつ拳王選手が
田村選手にたどり着くのか、もしくは田村選手は慶応選手の挑戦を受けるのかとかね、そういうところに注目が集まってもおかしくはないような流れが正直言うとここ今にできてるかなというところがあるんですよ。なのでもしかしたら慶応選手のこの GHC ナショナルのテーマですね、 GHC ナショナルのテーマはまあ格闘技路線かつ今進行している裏ストーリー、もしかするとロードトゥー赤いパンツの頑固者かもしれませんね。はい、という流れがあったかなというふうには思っておりますが、まあ村上選手もですね、スーツのスタイルで、ね、試合をしているっていうところが僕は結構ポイントかなって思ってて、例えばですね、まあ、感情表現的な部分で言うと、もう感情がすげえ高ぶってきたぞみたいな時にはそのスーツを自らボラッって脱いだりとかしてわーっていくことによってああみたいな、村上選手だいぶ怒りマックス、怒り浸透ですねみたいないう表現もできると思うし、まあ、逆にその例えばね、鈴木みのる選手とか通常黒タイツなんですけど、ここぞという時には白タイツで来るとか、そういったコスチュームチェンジというね、表現手法もまたあるわけなんですけど、気持ちの見せ方っていう部分がねあるわけなんですけど、村上選手もそれがまだ残されているなと。いつかね、ショートタイツとかでね、わーって出てきたら、もう誰もが、あ、今日の村上はガチやる気やな、みたいな。そういうものをね、感じることができるっていうね、そういう表現手法がまだ村上選手には僕残ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ今後、村上選手にもまたノアに参戦していただいて、まあそういった部分でですね、なんて言うんでしょうね、見せ場を作っていただくとまた面白くなっていくんではないかなという形もありますから、はい、ぜひ今後とも村上選手ノアに参戦していただいて、ちょっと面白いもん見せてもらったらなというふうにね思いますね。はい、やっぱりなんでしょうね、やっぱこう表情だけで意気込みを伝えるというか、表情だけで俺は今日やってやるんだみたいなことが伝わる選手って、まあ、最近なかなかいないじゃないですか。顔でプロレスするみたいな選手ってなかなかいないと思うんで、はい。だから村上選手はね、そういうところが僕は興味深く、見させていただいたっていうところでありますので、はい。またぜひね、はい、参戦していただければなと。いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも武道館、GHC ナショナル、剣王 VS 船木正勝。いやー、船木選手ね、何度かノアには上がってますけれども、まだまだなんか怖さみたいな部分を、ノアではまだまだ見ていないかなという部分もありますので、まあ、これは楽しみですね。ベルト戦、武道館のベルト戦で、船木選手が剣王選手とどんな試合をするのかっていうところは、非常に楽しみ。前哨戦もちょっと1回しかないですけど、はい、これは期待したいなというところでございます。はい、ということで武道館ますます楽しみになってきたなって方は、チャンネル登録、高評価、いつでもお待ちしてるぜ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。セーニョス、アミーゴース、ホーミース、クソ野郎ども、アスタルエゴー。Adiós.